はい、皆様どうも、マフロです。それではニャンコ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではガチャからいきましょう。ですね、あんまり溜まってないのは、実は向き足ちょっと挑戦したんですけど失敗しました。はい、それでね、お蔵入りになっちゃったのでガチャ、まあそんな時間できたわけじゃないんですけども、一応最初にこれガチャやってるからね、取ろうと思って本気でやっちゃったら失敗したというまあやり方わかんないしな、あれは攻略見ないと無理かもしれないですね、自分には。はい、猫ビタン入りアイテムガチャ、こんなんがあるのやってみよう。おお、大当たりだし、もう一丁。まあ絶対ってことはないんだね。はい、それでは今日はですね、でなんかいろいろ出ておりますんで、この辺ちょっとやっていこうと思います。謎の宅急便ってなんだろうね。まあ難易度書いてないからそんな難しいとは思わないけど、やってみようか。そう、牛もちょっとやってみたんですけど、牛もやっぱ失敗しましたよ。おお、なんだ、ダンプルか、ワーマゾンこれいいの、パクリじゃないのああ、こんなんいいか。大狂乱はやっぱりね、アイテム使わなきゃいけないから失敗すると痛いですよね。終わった。あ、マジかこれで全回復しちゃうのか。うわ、謎の宅急便アイテムくれるだけ。これ毎回くれるってわけじゃないんだよね、もちろんね。1回だけだよね、そりゃそうだ。あ、まあじゃあ次は2500万ダウンロード記念激ムズカーニバル2、これいってみましょうか。暴風カーニバルってことは、ひょっとしていっぱい暴風のやつらが出てくるってこと。まあ浮いてる敵対策しないと厳しいかな。こいつなんかサイクロンか、やべえな。もうすっかりやり方忘れちゃったけど、これ。あ、でももちろん難易度を抑えられてる、そのままじゃないか。そこでピキンとけ、ピキンと。ああ、やられてんじゃねえ。まあそんな突進力はないけど、どうしたらいいかな。ちょっとお金貯めるか。で、まあこの人かな。で、うつさんで押してみよう。ちゃんと考えて組まなきゃクリアできないかもしれない。まあ、そんな突進してこないけど、ああ、攻撃力は強えな。
そこだってペキンって出してくれよ。おいおいおい、ペキンって出ねえな。いや、そのペキンじゃなくて、調子に頑張ってもらって、よし、やっつけろ。そこでクリティカルだ、クリティカルだ。おう、また新しいの来た。あー、なんだあいつは。こいつ初めて見るんじゃないかな。ダメだねこれね。ちゃんとメタル対策しないとダメか。これ何に弱いんだ。メタル対策すっか。パープじゃん。どうしようかな。この辺のいじるか。ちょっととりあえずこの人たち外して、メタルに強い人が、かぐや姫が強かったんですね、確かね。よし、ノーマルで入れよう。で、コアキラさんじゃなくて、キャットマンさん浮いてる敵に強いから入れといて、あと足を止めれる。パーさん入れとくかな。もう一人ぐらいメタルに強い。できなかったけど。でちょっとキョンシーさんに外れてもらって、レアか。あ、覚えていくか。この辺はメタルじゃなかったっけな。プラカード入れてみようか。これでちょっと一回やってみよう。さあどうなることやら。まあ、2匹目のがどんなんか分かんねえけどな。メタルはとりあえず突破したいな。とりあえずお金を貯めよう。
あんまりこいつに時間かけてもね、やばいでしょ。にゃんこ学園、学園頑張れにゃんこ学園、学園止めろ止めろ。あ、そうか、こいつメタルだから止まらないんだ、浮いてる敵にならないんだ。いや、やばい。あ、よし、ピコンって言ったけど一発だけかい。そうか、浮いてる敵じゃないんだ、こいつはメタルになるんだ。まあ、かぐやさんに頑張ってもらおう。裏カードも頑張れ、止めろよ、ちょっとは止めろよ、止めろよ。よし、いいぞいいぞ。スタッカード頑張れ。もう次出てきちゃったよ。どうすんのあいつ。やべ、迫ってきた。あ、まだ死なねえのか、こいつ。やべ、迫ってきた。迫ってきたよ。もうやばいよ。ああ、どうすんのこれ、どうすんの。早くやっつけて、一匹とりあえず。ああ、まだ死なねえ。わあ、二重になった。ちょっとこれきついで。ああ、ゴロゴロやられていく。これ一緒になる前にもう倒しちゃわないと厳しいね。倒せんのか。でも、あ、思い出したな、あいつトンコさんがあれでしたっけ、有効だったんだっけ。ああ、次も来ちゃったよ。わあ、敵も倒してないよ、まだ。とりあえずこいつ倒せよ。でも難しいね。わあ、30になる、30になる。まだ死なねえよ。意外と粘ってるけど、ダメだよね。わからん、これはクリアできない。58か、まだまだやん。ダメダメだな。とりあえず次やろう。女帝飛来。わあ、ここもコンティニュー不可だから難しそうだな。とりあえずスロットは1にしとこうか。クリアできないとは思うけど、やるだけやってみます。難しいとこ増えたね。
ハニートラップ、何引っかかえられる。ちょっと食べだけだし。おお、これ近づいたら当たんねえじゃない。遠距離がやばいってこと。遠距離対策されてきた。わあ、それプラス怠け者。うわー、これきついな。怠け者が遠距離じゃないと当たんないし、当たんないというかやばいし。おお、さらにあいつまで。ちょっとこれは厳しすぎるでしょう。なんて難しいところ。とりあえずゼウスさん、当たらない位置までけ。当たってるな。当たってるな。ちょっと早く近寄り、近寄り、早く近寄り。もうこれやられるパターン。ゼウスさん、やられた。きついねこれはね。どうすればいいか。まだ飛んできた。これも俺には無理だな。近づくこともできない。はい、残りがあんまり時間ないけども、この辺もまだクリアできないってないんか。やってみようか。カンフー、一回もやったことないってことか。いかにもカンフーっぽいな。やばいなあ。いつはちょっと遠くからやらせてもらおう。おお、もういい。あいつはまあ遠くからやったらやってきそうですね。2段階あるもんね、確か。次のステージ行かなきゃ。コアラも出てくる。コアラちょっとやりたいね。やめろよお前ら。おお、やべえ、届いてる。よし、出番だ。コスモ君、
前コスモアムロさんのちょっと指で見えなくなってるけど、こっそり後ろから覗いてる感じになってる。あー食らってるコスモ食らうなよ。今踊ってるかどうかわかんねえな。とりあえず踊ってるか。おいった出した波動。あー吹っ飛ばされてる。でもあ、やっとコアラやっつけた。コアラのいないカンフーなんて。で、また出てきやがった。あ、でも今度はカンフーがいなくなった。カンフーのいないコアラなんていない方が強いかもしれない。またね、コスモくんいくつの間にかいなくなってる。波動でやられたのか。やばいな。コアラだ。いけ。負けるな。波動に負けるな。負けるな波動に。あ、白攻撃してる。ひょっとして。いや白じゃねえし。あ、白も落ちるかも。あ、落ちた。よかった。いや問題は次なんだよな。ここが本番だね。あ、1足りねえ。1足りねえ。もうちょっとお待ちよ。もうすぐ回復すると思うけど。いやここぐらいはクリアしたいね今日。散々やられてるから早くあと1回復してくれ。こういう時あれがあったら大変だけどね。もう全部使っちゃったからね。これランクのやつ。現場上では設定されてません。よし OK じゃん。いきます。慎重に。さっきの感じなら出てくるよ。で出てきたクロイドが。こいつ弱そうに見えて結構いい。強いからな。どっちこい。あ、もう来た。おお、いっぱい来てるやん。うわ、つながってる。どんな連鎖よ。ちょっと、そんなつながる、つながるってありかよ。あ、やべやべ。危ない危ない危ない。おう。ていうか、意識にやられたよ、あの人。あの人、そっこやられちゃった。これやばいね。ちょっと食いつかれた。うわ、ポッポポッポ。これは失敗したわ。なん初見殺しでしょ。つながってくるとは思わなかったよ。オプションいっぱい連れてくるとは。あーやばいやばい、殴られてる。壁殴られてる。あー落ちた。
オプションにやられた。初見殺しだよな、あんなの。はい、ちょっと惨敗してみましたけど、これいつまで出てんの？あと5日。あー、もうカンフーはでももう時間ないね。まあ、でもしゃあないよ、回復してないから。統率力、またカンフーはいつか機会があるときに。で、他の2つ、花嫁とマジで恋はまたできると思いますので、やっていこうと思います。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。